はい、ですね、今日撮る動画は花火の火のつけ方ですね。火のつけ方なんですけど、一斉点火で火をつけようと思ってマッチのね、横長にテープでくっつけたやつ作ったんですけど、あれ単打ちになるんですよ。この前やってみて分かったんですけど、一発一発こうゆっくり打ち上がっていくようになってて、やっぱあれは単発用ですね。もういろんな、もう真ん中から火つけてもどっから火つけてもこうどのみち単発になるんで、うん、なんでちょっと思いついたことが、ジッポーオイルだったらもう火つけちゃえば突っ走ってくから、うん、オイルでこう導火線の下に火をつけて一斉点火しようかなと思ってます。うん、なんでまあもちろんね、マッチで火薬マッチのこう横長にして作った導火線も単発用で使うけど、うん、単発打ち上げやってからスターマイン、一斉打ち上げのスターマインやるみたいな、そういうのを考えていこうかなと思ってます。なんでね、これからもね、お楽しみにしててください。また今月の下旬やれたらっていうか、やるんですけど、うん、タイアンさんが空いてたらやるんですけど、うん、とりあえず今年の終わりは今月なんで、一番楽しみにしておいてほしいのは、まあ来年の7月4万分買ってやるんだね。でそしたら再来年はもう3万に戻すから、3万1000とかに戻して、普通にもうさっき3万1000でやってたの、いつ頃だったっけな、多分2、3年前ぐらいだと思うんですけど、うん、そんぐらいでやっていこうかなと思ってます。で、最近の何て言ったらいいんですかね、最近は2万円分で2万円分とか1万円分でやってて、あんな感じ、うん、まあ、迫力は出せてると思うんですけど、3万円分買えばもっと迫力出ると思うんで、うん、再来年はそんな感じでやって、で来年はもう本当にどっさりやるんで、うん、で今日ね、昼仕事中に思い出したのが、2000発連発花火やってもまたいい、やってもいいなと思ったんだけど、あれね、映ってるけどピント合ってなかったからやり直したいんですよ、個人的に。なんで、ね、来年は7月だけって決めてるし、5月なしで、うん、来年はってか、もうこれからは5月なしでやってくから、もう7月だけなんで1回きりじゃないですか、その1年の中で。なんでね、2000発いかなくても1000発はやりたいなと思ってるんですよ。うん、まあ廃盤の再生放棄できたらね、あれ2000発やって、1000発やってみたいですよね。どうしようかな、再生放棄を500発と雷神丸を500発みたいな、そんな感じ、合わせて1000発で、打ち上げ花火をちょっと多めにやるみたいな。多分4万円分買うんだったら多分そんぐらいちょろいと思うんで、2000発やると3万いるけど、あ、そっか、最初3万2000とかやってましたね。それぐらいに戻すんで、まあでも打ち上げ花火の玉数が少なくなりそうだったら取りやめます。うん、でも連発花火は、うん、数少ないかもしれないけどやります。うん、でもちろんやっぱね、これからはナイアガラ
やっていこうと思ってますね。だからうん、あれ綺麗ですもんね。で3色いいなと思ったけど、3色ナイアガラの超本格的3色ナイアガラって書いてあるやつね、あれいいなと思ったけど、出だしの火花の散りがしょぼいからやめました。なんで70秒燃焼のもう普通の白い火花、火花ってかなんて言ったらいいんだろう、星が垂れるやつ、あれやってこうかなと思ってます。うん、ナイアガラやるときはあれいつもあれかな、この前ね初めてナイアガラ映るようにやったけど、あれに人生2回目のナイアガラの花火ですね。あれをこの前は1本でやったけど2本買って14メーターにしようと、すごいですよ。うん、思ったことが、あの導火線に火をつけるやつだから、うん、オイルでもいいですけどね。現地って新聞を明るいうちにこう導火線のとこだけちょろちょろってこうつなげてって細く切ったやつね。で、ジッポールライターを染み込ませて火をつければバーってなるんで、14メーター以上でもいいなと思ってるんですけど、でもどれか取りやめなきゃいけないってなるとまたそこは迷うんですよ。うん、まあ最初は初めてってことは2つで、それで、まあ、やり方をね変えていけばいいかなと思ってます。なんで長さは 14m で、 14m をオイルジップオールライターで火をつけて、うん、どんな感じになるかやってみましょう。多分一気に火がついて、そんなに消えるタイミングも遅れない感じでなると思うんだよ。うんとね、そういう試すことがチャレンジすることが好きで、なんでね、これからもね、このビッグファイヤー06チャンネルもね、よろしくお願いします。でもっと言うと、映らないかもしれないけど、その、まあ映ってる部分もあったから実際、うん、アングルね、別アングルのやつ、別アングルもやってこうかなと思ってますね。うん、本垢は手で撮ってるから、ただ思ったのが、打ち上げるじゃないですか、画面いっぱいいっぱいに花火だったんで、もうちょっと花火こう枠のここ指と指の間ぐらいでいいかなと思ったんですけど、うん、ドアップだとね他の花火と重なっちゃってあれなんで、うん、なんて言ったらいいんだろう、ちょっと難しいけどね、画面いっぱいいっぱいじゃちょっと、まあ、迫力あるけどこういつも違うみたいな。なので遠目で動画撮ってね、やりたいと思います。で、遠目で撮るには動画で長くなきゃいけないですか、長くなきゃダメじゃないですか。やっぱね、4本打ち上げるだけでも導火線ちょっと長くしようかなって7月4日にやって思いました。なんでそこら辺も短い導火線じゃなくて、もう長い導火線ばっかりしようかなと、作るなら、うん、で、V 字とかは短くてもいいから、扇とかね、あれは短くていいんですけど、長いのを多くして、あ、どうしようかな、交互に作っていく、もういつも通りでいいかいつも通りかもね、うん、まあとりあえずこれからの僕の迫力のある花火をお楽しみにしておいてください。はい、じゃあ今日はね、ご視聴ありがとうございました。久しぶりにローレツが回らなかったですけど
最近ロレツ回りすぎてちょっと危ねえかなそのうちと思ってたんですよね。うん、じゃあ10分になっちゃったんで、ご視聴ありがとうございました。いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。じゃあ。